これ、使えるか？うん。よし、飲んでるな。これでまた飯も食うようになるはずだ。うん。やっぱりお腹減ってたんだ、この子。さっき孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか？多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから？他にこの辺に頼れる人は？私にはお母さんと由美お姉ちゃんだけだから。由美？うん、お母さんのお姉ちゃん。いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。伊達だ、そっちの調子はどうだ？セレナにあげたのか？それがちょっと困ったことになった。バッカスに行ったんだが情報は得られた。全部消されちまった。というわけ。何？じゃあバッカスのマスターも？そう。そうか。キリュウ、とりあえずその女の子はセレナに連れて行け。後で警察が保護する。そうだ、分かった。レナ、この子。伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行っててくれる？今薬持ってくるから。ああ、頼む。
さてと、薬も飲ませたし、あとは寝ていれば大丈夫よ。きっと一時的なショックと疲労が原因ね。様子を見よう。そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。はあ、何か食うもんでも作ってやってくれないか。うん。おじさん。あら、ここは私のお店、よろしくね、はるかちゃん。俺の友達でレーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それ、この子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき、弓お姉ちゃんって言ってたな。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ、ユミお姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前、ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉はユミ。どうかしたの？お前のお母さん、名前はなんて言うんだ？瑞希。え？知ってるの、お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ、どこなの？いや、俺も探してるところだ、ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私も一緒にいい？さっきのところでお前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私、知ってるよ。アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえ、おじさん、いいでしょ？他にどうしようもねえな。出発しよう。じゃあ行こう。おじさんはミレニアムタワーに行ったことあるの？いや、俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所にあんなでかいビルが建ってるとはな。おじさんは、なんで母さんを探してるの？話すと長くなるが、俺は弓を探しているんだ。それで妹の瑞希、つまりお前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと思ってな。そうなんだ。弓お姉ちゃんもどこ行っちゃったんだろう。お前はどうしてお母さんを探しに来たんだろう。どうしてって、自分のお母さんだよ。理由がなくちゃ探しちゃダメなの？いや、野暮なことを聞いた。すまん。ちょっとちょっと！あなたたち、どういうご関係？え、どういうって？で、何？あなた、この子のお父さんか、なんか？
証明できるもんある？いや、ね、身分証明書もないの？困ったね。二人とも悪いけど、署まで来てくれる？ダメだよ、おじさん。私、ひまわりに連れ戻されちゃう。まあ、その辺も署でゆっくりね。ほら、行くぞ。ん？何やってんの？今逃げようとしたね。なんで逃げようとするんだね？ああ、しなくちゃな。もういいですか？ああ、いいよ。行こう。君はお前に手紙を届けに来てくれたんだろう。うん、お母さんからの手紙、毎月ひまわりに。最近ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。そっか。ここだよ、おじさん。このビル、この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。きっとお母さん頑張ったんだよ。そうだな。私、そういや、さっき警官に呼び止められた時、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。私とおじさんが親子だってこと？知らない人から見たら別におかしくないでしょ。大した名演技だったぜ。将来は女優になれるかもしれないな。さすがにそれは無理だよ。しかし俺もいつの間にかそんな歳になっちまってたのか。子分ならまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。子分の方が想像つかないよ。ちょっといい？何してるんだ？おじさん、60回押して。あ？あ。驚いたな。暗証番号か。お母さんがね、
手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。城みたいに広いね。フロア丸ごと全部だなんて大した店だ。バブルの頃でも見たことねえよ。バブル？そのなんだ、景気が良くて日本中みんな金持ちだった頃。はるか、お前なんで孤児院に？わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって手紙で何回も訳聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか？うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った、私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。あんた桐生さんでっか？元堂島組の。お初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の林万年。噂はよう聞いてます。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか？俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っとくんなれや。桐生だ。伊達だ。桐生、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって？現場に指輪が落ちてたらしい。指輪？ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東城会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯？そうだ。明日セレナで話したい。大丈夫か？ああ、そうか。お前らもユミとミズキを？いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつを？それは言えまへんな。わしも海連合のもんですさかい。キリュウさん、おとなしゅうその子を渡したってえな。渡すと思うか？ほな、ぶっちゃけ言いますわ、我ほどの男をこんなところで殺しとうないんすわ。あんた、ずいぶん気が早えな。はぁ？俺はこんなところで殺されるほどヤワじゃねえよ。さすがキルさんでんな。おなしゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。Yeah!
おじさん、なんで、なんで私この人たちに追われるの？ねえ、なんで？わからない。今はまだな。心臓移植？ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かんならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか日吉先生、本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるなら、そりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？ああ、聞いたことはあるけど。まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ？3000万。用意できますか？組長さん。松茂。何の真似だ。俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松茂。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだね。ほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや、組長さん。じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キリュウちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの、兄貴ですか？シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は今カズマのおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見て
おやっさんを撃ったのは登場会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れが頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。